兵庫県宍粟市芳賀町にあります芳賀森林鉄道復活プロジェクト。で今ね、今108メートルの周回所ってここなんですよ、周回コースか。でフォレストステーション芳賀からここまではもう徒歩5分ぐらいです。でここからね、フォレストステーションのこっちに東山コテージってあるんですけども、東山コテージのところからこうぐるーっと、これ延伸なんですよ。見てください、2024年の10月総延長678メートル完成予定っていう看板まで作り上げて、こうやって貼っつけてますから、まあ、いかに本気なのかというところでございます。おはようございます。本日2024年の8月の4日日曜日でございます。おはようございます。もう動画撮ってます。爽やかな朝ですね。こちらね、フォレストステーション芳賀に我々宿泊をしまして、大人のね夏休みということで、でお食事取るのがこちらになります。ローレンシャンという、普段はだからね営業時間お昼なんですよ。で宿泊者は朝ごはんが食べれるということになってます。もう食べてらっしゃる方いますね。いますね。はい、ということで酒井さん待ちましょうか。はい、もしかして起きてへんのじゃん。まあ、じゃあ来るまでお土産しそうなの。ああ、ほんまやね、ほんまやね。やっぱこういうレンズとかがね、うん、ここでさすがやね、俺とはちゃうわ。知りたいのは皆さんここだと思います。昨日もさ、なんか芳賀テラスの駐車場案内せえて、はい、俺あかんわ、ああいうの抜けんのよ、ほんまに。お土産こんな感じなんやね。まあお土産とともにあれなんでしょうね、宿泊者の方の飲食的なものだから、ビールもあれば、はい、あてもありますよね。足りなければカップ麺。あ、ほんまやね、カップ麺なんかも置いてあんねん。あ、結構続々となんか、これはあれじゃないですか、一押しの栗寄せお部屋にね、置いてある。あ、はいはい、食べた？あ、まだ食べてない。俺もまだ食べてないね。この後で、はい、食後にちゃんと、はい、おやつで、はい、おやつでね、お菓子もありますし、子供の遊び道具みたいなのもあんねんね。子供のね、水遊びができるとか。そう、川が多いからね、お子さんも飽きないで ね忘れたどうしようって時もね、やっぱお酒も力入れてるんですかね、こういうのね。宍粟市はね、お酒の有名なとこもありますし、うん、はい、というね、これ気になったんですよ、うん、イボの糸の中華麺なんですよ、うんうん、あ、ラーメン、あのね、最近作ったんよこれ。そう、ちょっと結構気になった。これね、私あの、明石で田松に新しく宍粟がリニューアルオープンしたんですよ、宍粟。はい、はい、でそこで試食会があって食べたん、めちゃくちゃうまい。え、売ってんねや。これだって美味しいわけじゃないですか。美味しいよ。あの、もともとのそうめんが美味しいわけで、それのラーメン版ですから、ね、これはね気になります。あ、これは俺も買うて帰ろうかな、はい、というこんな感じでございます。でほんまに酒井さんが起きてるかどうか問題ね。そうですね、はい。ちょっとおったおった、起きてた、びっくりした。酒井起きてるか問題を今ちょっと話してたんですよ。はい、じゃあ朝ごはん行きましょうか。はい、あのですね、何ですか。いや、これ中身何なんですか。まだ開いてないんですけど。開けていいですか。開けていいですか。は、開けてもらって、はい。うわ、すごいやん、おかず。こんな朝からこんなご飯ある、はい、これお魚焼くんや、これですね。もう生卵やろね、卵かけご飯とかできるんやろね。でもご飯、俺はこれがこうおひつからよそうのが好きなんで、はい、分かんないですよ、生卵か温泉卵。あ、なるほどね。はい、ということで、あのフォレストステーション芳賀のモーニングっていうか、あの朝食は私一回動画でアップしてるんですよ。で昨日、そうで、昨日ホテルの方からだいぶ変わってますんでって言われて、あ、そうですね、確かにだいぶ変わってます。はい、ということでこの後ねゆっくり頂戴したいと思います。何、贅沢な、はい、朝ごはんってすごいっすね、これ。やっぱりねえ、なってね。ちなみにこのおひつのご飯おかわりできるんですか。承知しました、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。はい、ジューン。別にジューンって全く言わへんね。
静か、ジューっていうようなもんじゃないですか。そうよね、はい、鉄道会社ってやっぱどっちかって体育会系よね。そうなんです。先輩が後輩のお茶入れるとかそんなことない？あれ、そんなんでもないの？うちはまだちょっとあります。やっぱ若干そういうのあります？ないけど、みんな意識的にそうしたら、はい、宇宙割とそんな感じですね。その鉄道会社関係なくね。まあそりゃそうか、そりゃそうやね。そりゃそうやね。味の感想はどうですか、一つ一つ。もう美味しいです。やっぱ美味しいよね。なんか家では正直こんなたくさん作らへんよ、うん、でやっぱり静かやし、なんか緩やかに食べれるですね。まあちょっと待った人の特権ですよね。そうやね、そうやね。あ、そうやね、宿泊者限定なんですもんね、この朝食はね。まあもう、はい、我々大人の夏休みということでね、今日は兵庫県宍粟市羽賀町にこうやってね宿泊しまして、羽賀新日鉄の見学とかねしまして、この後ね、実は山田さんとはまださらに遊ぼうと。そうですね。酒井さんこの後仕事がありますんで。お忙しい。いや忙しいよね。だって今日ちゃうかときは笠井市の再祭祭祭り、花火大会今日やんね。その関係で出品する。そうや、そうそう、一個聞きたかって、北条鉄道ね、今日浴衣着てたら運賃無料やんね。あれも毎年やった。あれ毎年やったっけ？年齢性別か。それはほんならおじいちゃんとか子供でも。子供でも浴衣着てたら。マジで、それ運賃収入減るじゃないですか。でもお祭りに来てほしい。なるほどね。葛西市の再祭祭に来ていただきたいという思いもあって。北条鉄道さんはそういう活動されてると。素晴らしいね、山田さん ね、 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 ね、密着がね。静岡でもやっぱそんなんあったりするんやろうかね。え言うて、そこは知らない。そこは知らない、ね、そう、あ、そうやね。今は鉄道マンじゃないんだよね。了解。閉まってないっすよ。いや、閉める動画撮らせてください言うたら勝手に閉めなさいな、あんたみたいなこと言われて、いや、綺麗に食べはりますよね。まだ煮干しも残っちゃってる。いやいや、ほんで酒井さんはとにかくそもそもあんまり食べないからね。だから朝ごはんもなんかめっちゃちっちゃくよそったつもりが、まあまあそれも残しそうな勢いで、はい、ね、まあてな感じで、まあ、あと酒井さんはねテレビでも有名だったんですけど、トマトが苦手とか。私もトマトが苦手なんですけど。私食べましたね。すいません、ありがとうございます。はい、ということで、フォレストステーション羽賀の朝食は豪勢です。本当ね、ぜひ夏休みまだありますからね、親子連れでね、ぜひ宿泊で遊びに来ていただけたらと思います。で来たらできればその川遊びとか東山コテージもいいんですけども、羽賀新日鉄道もちらっと見に来てほしいですね。ちらっとじゃない、いや、がっつりと。そっちも乗った方がいい。そうやね。なんでちらっととか言うんですか。あら、そうなんや。乗った方がいいっす。ということで、はい、すいません、ありがとうございました。